パパ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 パ
パラダイス。名もなき、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 モニカ。もう8番。素晴らしい、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 素晴らしい。4番さんから電光よろしくお願いします。なんかいるけど。はい、4番の深野です。よろしくお願いします。5番これあさんれ？どうぞ。プテラ高橋さんの動画出た人？はい、5番の生あさびです。よろしくお願いします。6番さんどうぞ。6番スバラだ。よろしくなみんな。7番小学生ゲイルでやんす。3番さんセイロー。8番さん、名もなきモニカ。どっかで見たことあるでやんすね。5番さんも見たことあるでやんす。よろしく。でやんす。あれ？こいつ。名もなき、名もなき。9番の冷凍みかんです。よろしくお願いします。1番さん、どうぞ。あれ？これ、プテラ高橋お願いでしは？ます。楽しそうな部屋入れて、がぜんやる気出てきました。お願いしまあれ？これ、プテラ高橋さんでは？2番です。よろしくお願いします。やばい。プテラ高橋さんじゃ皆ん、こされん、地球連邦軍でガンダムに乗ってます。15歳のアムロレイです。よろしくお願いします。ルール説明の前に皆さん、タスク大丈夫ですか？ コラボできたね、ついに。大丈夫だと思います。なんで4番さん笑ってるかわかんないんですけど、これ地声なんで笑わないでください。僕コンプレックスなんです。それではルール説明の方を簡単にやろうと思います。初日の狼の髪なしでお願いします。狩人の護衛もなしでお願いします。占い師の占いはありです。2日目以降の占い結果は、その朝を迎えて最初に喋る人のタイミングで書いていただけると助かります。代行 CEO は書いていただいて構いませんが、なんか釣られそうになったから CEO しようとか、そういうのはやめてください。すいません、ダジャレみたいになったんですけど、ダジャレでもないです。他質問ありますか？アムロレイですか？すいません、ちょっと笑い声で何言ってるか聞こえませんでした。もう一回お願いします。ホームの人ですか？すいません、僕ホモじゃないです。のんけです。よろしくお願いします。アムロ、行きまーす。まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。夜が来ました。目を閉じてください。ホモの人ですか？アムロの人ですか？って聞いてたのか。ホモじゃありません。いや、楽しみだな。プテラ高橋さんもいるし。あ、ちょっとそうだ。コメント閉じとこうかな。カンニングにもつながっちゃうだろうから、コメント閉じときますね。向こうも配信されてるっていうことなんで。まあ、なんかね、悪意なしでネタバレしちゃうこともあると思うので。コメント閉じておきますね、この試合は。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。
9番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。僕は村人陣営です。一人目なんで考察落とせないですけど、そうですね、名前で気になったのが2番さんと7番さんですかね。天然ってことで、どういう発言するんかすごく楽しみです。で、僕ジャッジメントをしてるので、7番さんの名前も気になりました。また考察落としていけたらなって思います。中身透かすな、こら。言うことあんまりないな。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。よろしくお願いします。まず勝ち負けで、悔しくないあると思うんですけど、この人たちやれてよかったって部屋に入れて本当に今嬉しいです。考察ないです。占いしようもないです。キューマさん、小学生ゲールに対して、対抗殴りですかね。じゃあ7級ローラーですかね、どっちかな。そうですね。あとは、単純に役職の匂わせはやめてほしいです。占いしようがあるかないかだけお願いしたいです。ハンターさんについては、つられ位置になったらハンター使用すればいいと思ってます。そこは全然出てもらって構わないと思ってます。今後占い師さんの動向、皆さんの1週目の発言聞いて2週目頑張って考察します。よろしくお願いします。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。CO あります。占い師です。隣の、キャラの恋アムロ占いました。白でした。で、まあ対抗占い師出るのが一番いいんですけど、まあそうですね、まあ1周目回ってからまた考察したいと思います。で、名前で気になったのが、まあ同じく小学生ゲイルで、まあ人狼ジャッジメント勢の方かなと思って、プレイヤー情報を見たんですけど、かなり強かったんで村側を祈ってます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。皆さんおはようございます。僕も CO あります。占い師です。正面にいる8番さんを占いました。結果は白でした。まあセオリーからいくと左から占うんでしょうけど、僕セオリーとかもう大嫌いなんです。そんなセオリーばっかに従ってると親父にぶたれます。間違いないです。そうですね、もうこう2番さんは人外で見ています。まあそうですね、まだ2週目行ってないんで、他の人の発言を聞きながら2週目また考察しようと思っています。よろしくお願いします。番宣いいですか？皆さん番宣聞いたことないですよね。ハリウッド版ガンダム出ます。よろしくお願いします。アムロ出ます。そしてガンダムも出ます。よろしくお願いします。アムロ行きます。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。キャラの濃い村なので頑張っていきたいと思います。私は占いしようとか特にないです。まず2番さんで気になったのが、占い師もう一人出たらいいなって言ったんですよ。それは、どういうことですかね。本当新占い師であれば、平和村でが一番いいなと思うはずなんですけど、出てくればいいなって発言ちょっと気になりました。2週目の弁明お願いいたします。3番さんについては、私はガンダムじゃなくて銀河鉄道の方が好きなので、銀河鉄道の方使用です。お願いします。5番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。5番生遊びです。村人陣営です。7番さんまとめありがとうございます。2人も占い師が出てるんで、まあ、この後出るんだったら占いロラ、まあそれは出てからでいいか。そうですね、グレーの皆さんはあんまり色が出てない感じですね。雑なぐりをしてる感じで、2番さんが3番さん白だったので、2番さん目線3番さん強人確定ですね。3番さんはなんかもう本当にあれが地声らしいので、僕的にはなんか心に余裕があるのかなと。強人だったらあんなプレーできるかなと。僕も強人で3番さんのようなプレーできるように見習いたいなと思います。2週目もっと発言します。よろしくお願いします。6番のプレイヤーは発言してください。この人も面白いんだよね。ありがとうございます。
ちょっと気になったのでちょっと言いますね。あの5番さん、今この後あの占い師しようあるのかなって思って、そしたら占い師ローラーって言ったんですけども、まあ、その発言自体なんかこれから、まあ、人狼が出てくるのかなっていう、まあ、裏返しにも見えましたね。ちょっと今のところあの村目下がってます。であと9番さん、最初に私は村人陣営ですって言ったんですけども、まあ、別にそれは言わなくていいと思います。うん、まあ、これからの考察ではっきりすると思うんで。で割りかし、まあそうですね、4番さんはまあちょっと考察落としてるんで、まあ、今のところ村目、うん、2番さんも、まうん、そうだな、まあ、兄さんの、まあ、審議はまだついてません、正直。まあ、ここは今日、まあ、あの安定デートグレランになるかなと思います。以上です。7番のプレイヤーは発言してください。はい、考察したいんで、この声はやめます。まず、2番さんが3番さんにしろ、で3番さんが8番さんにしろ把握しました。で3番さん、とてもユニークな方で面白い。声割れてますよ。え、本当にマジか。ちょっとあの頑張って、これ発言したら、じゃあ落とします。6番さん、9番さん、村人陣営ですっていうのは別にあれだったかなというふうに思います。あと4番さんの2番さん殴りですね。占い師、対抗、まあ、出てくれた方がいいかなみたいなことを言っていたんですが、まあ、対抗出た方がゲーム的に面白いからかなと思いました。なんかね、そういう人結構いるんでね。バグった。まあ、ただ僕も新占い確定の方が強い派なんで、4番さんの意見は全然飲めます。わかります。とりあえず2巡目、名もなきモニカさんの発言を聞いてから考察伸ばします。以上です。8番のプレイヤーは塩なし、塩なし、村人陣営です。はい、まず、5番さんですね。5番さんは、もう一人出たらローラーという話をしていたんですが、まあ、これは単純に内訳が見えてる狼、もしくは、役職をどうしても釣りたいという狼の印象を受けましたね。んで、6番さんは、9番さんに対して村人陣営ですと言ったのが、いらない発言と言ってましたが、別に村人陣営であるということは別に言ってもいいことだと思うので、ここはすごい雑な殴りだなという印象を受けました。まああとはそうですね、4番さんが銀河鉄道好き CEO をしてましたが、まあガンダムと銀河鉄道は同列じゃありませんね。これ消えないんだけど。9番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師把握です。2番さんが3番さん白で、3番さんが8番さん白ですね。そうですね、 2番さん目線3番さんは狂人で、3目線は2番さん狂人狼どっちもあるってことで、なんか6番さんが僕に雑殴りしたんですかね。まあ別に何も思ってないですね。あ、時間がすごいない、23秒。まあいいか。7番さんと7番さんと5番さんかなが意見しっかりので、ここは白いかなって僕は思ってます。うん、まあグレーからなるんかな、これは。うん、はい。ロメ上げずか。1番のプレイヤーは発言してください。しっかり考察していきます。4番さん、なんで占い1人願ってるのっていうふうに、突っ込んでましたけど、私もあの1人より2人派です。もちろん真だけ、一進行の方が強いのは分かるんですけど、単純に狂人部屋で1人だともうはっきり言って異常事態だと思ってます。いつまでも1の確定を私は追えない派です。どうしても狂人なのかな、人狼なのかな、思っちゃいます。 2人出てくれた方がすごくクリアです。5番さんに言いたいことを他の皆さん言ってしまったんで、もう特に言うことないです。若干占われ位置に持ってきたくなくて、するよっていう風に見えました。そうですね、他が皆さんうまいですね。なかなか色落ちなかったです。そうだな、特に、そうですね、4番さん、
でもそこ突っ込んでるあたりはやっぱり村目ですね。4番さん村目に置いてます。ここでグレスケ出すんであれば9番、あー難しいですね。978かな。グレスケ出すんであれば978ですかね、現段階では。あー曇れ、正直色落ちてないです、うん、それだけ他の人が村に見えました。2周目、でした。ありがとうございました。2番のプレイヤーは発言してください。発言してください。すいません、あの4番さんにちょっと指摘したこと、まあ、弁明じゃないですけど、まあ、これ自分の滑舌が悪かったんですけど、対抗でん方がいいなっていう、でんって言ったんですけど、出た方がいいって聞こえましたかね。すいません、滑舌が悪かったです。で、今日グレー行くんですけど、まあ、グレーの中で、まあ、ハンターさんおればもうハンターさん出てもいいんかなと、まあ、ハンターさん自身の判断に結局は委ねますけど、まあ、自分は出てもいいのかなってちょっと思ったりします。で、今日誰行くかなんですけど、もう全然グレーで色分からんので、まあ、残りの方の意見聞いて決めたいと思います。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。なるほど、2周目がやってきましたね。そうですね、まあ1番さんすごい発言されてて、村だったら結構味方として強いなと思いました。まあ正直僕1周目の発言はあまりこう、なんていうんですかね、流すようにしてて、僕2周目の発言をちゃんと聞くようにしてるんですよね。なんで、あと4番さんから、8番さんまでですね、発言された中で、ちょっとどうかなと思う人に入れようかなというふうに思っています。あ、もちろん9番さんも入ってますけど。で、今日は、票はどこに入れるかは言いません。2日目以降の考察で役立てようと思っています。よろしくお願いします。皆さん、番宣はもうしなくていいと思うんで、僕の名言聞いてもらえますか？ありえん！おらじゃないべ！4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、私は、まず、5番さんが、5番さんは占いロラを勧めていたんですよ。3人出たら。ということで、これはちょっと狼目で見てます。なぜならもう1人出てっていうところなんですよね。で、1番さん。6番さんかなに関して、私のことを恨めって言ってきてるので、もし狼だとしたら今後私のことの LINE を作って私を釣らせようとする作戦かなって思ってます。私は村なので、そして唯一女子ということもあって特殊ですよね。そういうところで LINE を作ったら結局あれこいつ怪しいんじゃないって皆さん思いがちなんですよ。なんでそこで LINE を作ってきてる狼かなと、偽 LINE だと思ってるんで、偽 LINE なんですけど、そこを作ってきてるかなって思ってて、とても怖く見てます。なんで、そこら辺を誰がって言ってたか私は疑ってます。2番さん、9番さん、3番さんに関しては、村目っていうことと、あととても中立を保ってるので怖いんですけど、ここ2週目以降とあと明日以降の話を聞いて自分の投票先考えていこうと思います。とりあえず今日は516で入れようと思っています。以上です。5番のプレイヤーは発言してください。はい、そうですね、まず1週目の自分の占いロラ発言に関してなんですけど、そこは少ない可能性について話してしまって、そこは申し訳なかったなと思います。で、その自分の占いロラ発言をついてくれたのが6番、7番、8番の3人だった気がします。8番さんの方が特にしっかりついてきてて、他の考察についてもしっかりしていたので、村目で、自分は8番さんを村目で見ています。そうですね、自分的に占い審議ついてないのでグレーランなんですけど、1番さん発言しようとする意欲があって、で、4番さん、その LINE の発言、LINE 作られてるっていう発言だと、いや、やべ、時間ない。すみません、グレー入れます。6番のプレイヤーは
発言してください。発言してください。はい、5番さんは結局その占い師発言、まあ、言及されたのについて、まあ、返してはいたんですけども、今の発言で誰が怪しいとかの発言がなかったんで、まあ、これはちょっと村としてもちょっとあんま残したくないなっていう印象です。で4番さんは1番と、まあ、僕6番が、まあ、村を置いてんのに、でそこ LINE 疑ってるって逆になんかおかしいなって思いました。はい、であと9番は確か5番7番怪しいって言ってたんですけども、その怪しい理由も希薄だったんで、ちょっと今のところ怪しいです。あ、今全員怪しい人しか挙げてねえな。うん、まあ、1番さんも怪しくて、で978がグレースケール挙げてたんですけども、まあ、その理由もちょっと聞きたかったですね。まあ、時間ないのはしょうがないんですけども、うん、以上です。いいですね。夜時間に再起動したいですね。ゲイル顔ずりするぞ。最後の方なんで頑張りたいと思います。まず、7番さんごめんなさい、あ、7番さんじゃねえ、タスキルしてて、すみません、9番さんですね。9番さんの発言がちょっと、あんまり聞けなかったんですが、7番さん白目で見てるって言ってくれてましたかね。ありがとうございます。で、まぁ、ちょっとそれ怖いんですが、1番さんね、皆さんうまいですね、発言うまいですねみたいなこと言って、ちょっとヘイト買いづらいような発言をしていて、現に1番さん殴る人あんまりなかったんで、ちょっと僕は黒目にちょっと見てしまっています。で2番さん滑舌問題把握です。で4番さんが女子ということもあって、まあ、このゲームあってってことがあったんで、まあ、このゲームによってそれがちょっと成り立っちゃうのが残念なんですが、まあ、女の子するよりを自分から指摘していくっていうのは、白目ちょっと見えましたね。で5は、まあ、誰にも殴ってないので、まあ、6番さん同様黒目ちょっとあります。以上です。8番のプレイヤーは名もなき発言します。誰も触れなかったですね。触れると思ったんですけど、1番さんは4番さん村目って言った後にグレスケを無理やり出して978って言ったんですね。私8番片白ですよね。この把握まで結構痛いと思います。まあ、ただそれ以上に5番さんの黒目が高いですね。結局、7が村目という話をしていたんですが、黒目をしっかり上げられてないっていうのがやっぱりヘイトを買いにくかったんじゃないかなと思います。そうですね、1番さん以降のそのグレーですね、4567ですね、このあたりちょっと注目したいですね。やっぱ3万円のね、マイクに買い替えたんで。投票を始めてください。あ、投票できねえ。あ、やべえ、投票できねえ。さっきタスキルした上があったな。5番が釣られたかな。殴りっていうか、黒目の発、黒目な人のを全然上げてなかったので、まあ、僕釣られてしまったんですけど、まあ、自分皆さんの発言聞いてて、6番さん殴り多めで怪しい人を上げて人狼に仕立て上げたいのかなという考えですね、6番さんは。で、まあ、78白目で1番さん自分は黒あると思ってます。でまあ、自分は発言が薄かったので、このまま残されても狼に利用されるだけだったので、もう残ってない、うん、バグが多すぎるですね。皆さん頑張ってください。すみません、失礼しました。夜が来ました。目を閉じてください。好きだったら1位、
4だね。朝が来ました。あ、9もいるよね。9。昨夜死んだのは2番。2番神か。3番のプレイヤーは発言してください。皆さん、おはようございます。今日は7番さんを占いました。結果は白でした。そうですね、2番さんが構えてしまったので、なんかもう多分順番的に僕が次釣られる流れになるんですかね。わかんないんですけど、そうだな、難しいとこですね。あと20秒しかないんですよ、話す時間が。そうだな、1番さん結構発言強かったんで村だと嬉しいんですけど、まあそこの審議は確かに2週目でされた通り、あれですね、もうなんかどうしようもないです。アムロ行きまーす。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、3番さんの考察があまりなかったところはちょっとって思う。3番さん、7番さん、白把握です。まず、昨日についてなんですけど、釣られた5番さんが、なんだっけ、残してた遺言は7番さん、8番さんみたいなことをちょっと言って、その後濁してたんですよ。なんで、ここら辺は、あえて5番さんが変に、黒だとしたら、後を残していったっていうのか、もしくは、白だとしたら村人見てるのっていうのを言いたかったのか、どっちかだと思っています。とりあえず、占い審議については噛まれてしまったので、ただ両方とも白しか出してないのでフラットには見ています。とりあえずこの後の人の発言を聞いて投票先決めたいと思います。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。3番さん、7番白です。できれば7番さん占った理由を教えてほしかったですね。だって昨日9番さんに投票してんのに、なんで9番さん占わなかったってのはちょっとなんか矛盾してる気がします。はい。で、昨日の5番さんの最後の発言で気になったのが、なんで自分に投票してたのかって気になったんですよね。普通村だったらどんどん黒目上げて怪しい人疑っていくのが、村人の仕事だと思うんですけども、そこをなんかついてきて、ちょっと意味わかんないなっていう印象です。僕はとりあえず、3番さん強人で見てるんで、今日3番さん釣りたいと思ってます。そうだね、6はかなり白いな。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。まず3番さんについてですが、僕黒目で見て、占いって結構このゲーム黒いところを占っていくっていうスタイルだと思うので、僕黒目で見られていたんでしょうか。3番さん強人で見ていた、強人で見ます。で、3番さん強人だとしても、2が3に白打ちで死んでしまっているので情報が全くないですね。8番さんが来るの可能性もありますが、発言からして8番さんは割と村で見ています。で、6番さん、もし便乗になってしまうんですが、かなり6番さん僕と意見が似てしまっているので、そこが怖いなという印象です。で、今日は3番さん釣り安定なのかなと思っております。明日の神崎でかなりいろいろ今日は見えてくると思います。以上です。8番のプレイヤーは、そうですね、名もなき、じゃあ違う、なんだっけ、名もなき、まあいいや、3番さん、2、3に関してはもう審議が正直よくわからないですね。狼的には審議が分かってるのかもしれないですけど、審議わからない状態なので、普通に、安定進行で3番さん釣りでいいと思います。で、7番さんの今の、形代なんですけど、7番さんの6番さんと思考回路が似てるから怖いっていう思考展開がちょっとよくわからないですね。だからなんで黒くなるのかっていうのはちょっとわかんないですね。で、グレースケールですね。怪しい順で言うと、1、4、
で、同列7で、9、6の順で見てます。6が最初で見てます。今日は3番さんに入れます。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、僕も今日は3番さんに入れようと思ってます。で、占いの真偽についてなんですけど、これどっちとも取れるんですよね。3番さんが8番さんに白出しして、8番さんが3番さん狂人って分かって2番さん確定神したのか、3番さん8番さん占って8番さんを黒に仕立て上げたかったのかっていうところですね、僕は。うん、で、3番さんが7番さんに白出しってことで、まあ、占い結果はちょっとあんまりよくわかんないんですけど、今日は3番さんに入れようと思ってます。明日の紙の結果見てまた決めたいです。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。ございます。チャットで弁明するのはルール違反かなと思ってしませんでした。言った瞬間もう8番さんが片白をもらってるのを気づいてやっちまったと思いました。あれグレスケル単純に言い間違いで5、7、9って言いたかったんです。すいません。それで、投票も5番にしました。あと1番、4番、7番の順で見てるっていうふうに8番さんが言ったんですけど、単純にその4、7が昨日1に投票してる時点で、そんなに早い段階で身内切りするかなっていうのはもう私の、言いたいことですね。単純に私からは4、7のラインが見えてます。昨日からグレス系、継続するんであれば7番がサイクロを次に変にラインを気にして、まあ白置きされてるのにライン、まあこれも6番さん同調になっちゃうんですけどね、ライン、村置きされてるのにライン作ってきて怖いって言ってる4番さん、やっぱり黒く見えます。3番さん今日釣ります、強靭だと思ってます。それ以上に8番さん、6番さんが村に見えました。9番さん、ちょっと分かってないですね。とりあえずは7番サイクロ、次の点で4かな。殴られたから殴り返してるという部分もありますけど、このグレスケは昨日から変わってないです。昨日のサイクロは5、今日は7、4の順です。お願いします。いい考察ですね。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。オラじゃないべ。オラじゃないべ。3番のプレイヤーが選ばれました。1日目めっちゃ見たい。なんかグレースケール変わってますよね。1番さん発言してください。僕が釣られちゃいましたね。なんで僕が9番さんに投票してるかって誰か聞いてましたよね。僕冷凍みかん大嫌いなんです。なんで嫌いかっていうと、親父にぶたれたことはないけど親父に冷凍みかんを投げられたことがあったから、僕は冷凍みかんが大嫌いなんです。なんで入れました。でも占う先は違います。占いたくないんです。そもそもみかん自体を、みかんを占ったところで白黒出ないでしょ。まずそもそもオレンジ色かそんな感じの色になっちゃうし、そこら辺分かってますよね。さあ諸君頑張れ、俺が全員にロンギネスの槍を払ってやる。 なんて夜が来ました。ロンギネスの槍は聞こえたけど、誰噛まれるかな。噛まれそうだな。そろそろ6か8噛めそうだけどな。14は釣りたいな。あと2釣りか。7もちょっと釣りたいな。任せて。9がめっちゃ最後のわけじゃないんだよな。ちょっと紙を見ながら進めていくしかないですね。ここは全く分かんないな。噛まれそう。朝が来ました。昨夜死んだのは1番。1番これありがたいな。1でも仮色っぽいな。のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。私1番さんに
関しては、結構ムラ目で見てたというか、私と7番さんのラインについてしっかり見えてたところがなるほどと思いました。7番さん片白なので、私の中で昨日釣った、3番さんが強靭なるのかな。でもライン作りに来てるってことは言い切れないので思っています。まだここで発砲がないということはハンターさん生きてると思うので、もし釣られそうになったら今後ハンターさん使用してください。ここで釣り位置が狭まると思います。結構怪しめで見てるところだとやっぱり6番さん8番さんかなって思ってます。以上です。6番のプレイヤーは発言してください。まあ、そうですね、まあ、ハンターはグレー幅狭めんのに出てきた方が村に利があると思います。で4番さんが6番8番を黒で見てるっていう思考が、まあ、理由あったら、まあ、教えてほしかったですね。うん、で昨日、まあ、1番さん噛まれたってことで1番さんのグレースケールで4番7番黒って言ってたんで、まあ、それ疑った狼が、まあ、噛んで1番さん噛んだのかなって思ってます。だから47結構ちょっとすいません、47が結構もう黒いですね。うん、僕の中でもう47どっちかに投票しようかなって思ってます。で4番さんに関しては今の発言でもう68が黒いって言ってたんで、これ結構かなり人外発言なんで、うん、まあまあ色わかんないんですけどね。でそうだな、まあ、7番さんの考察聞いて昨日同調気味、自分に同調気味だったってのも気になるし、まあ、似てるからって別に発言そんな戸惑う必要ないし、どんどん積極的に発言していってほしいなって印象です、7番さんは。で8番さんは、まあまあ、かなり村で見てます。昨日しっかりとグレスケ出してたんで、うん、そこは結構村ですね。で9番さんに関してはちょっと話聞いてなかったんで、まあ、最後話聞いて決めます。もう分かるような、意見ほぼないしな。7番のプレイヤーは発言してください。はい、まず、昨日8番さんに殴られた6番さんが自分と似てる思考だからちょっと怖いっていうのは、これ炎上します、ちょっと最初にね、ちょっと怖いっていうのは炎上するじゃん。7番、僕目線6番に投票予定が全くないので、これ多分6番ずっと投票しません、僕怖いんで、似てるんで、なんで6番が黒だったら怖いなっていう話です。で、4番さん、1が47のラインを見てっていう話をしていましたが、7が4にすり寄ってきてるっていう感じなら、これ疑わしいのは86じゃなくて7になるんじゃないでしょうか。なのに86を、疑っているっていうのはちょっとなぜかなというふうに思いました。で、ここ、僕6番さんに投票予定って言われてしまったので使用します。ハンターでございます。なんで6番さんにはぜひ他のところに入れていただきたいです。申し訳ないですが、現状、まあ、8番さん殴ってきたんでちょっとわかんないんですが、ハンターっぽいと思った、まあ、僕は6番思考が似てるんで6は投票しないんですが、48なら4で、9がちょっと色見えないんですよね、ずっと色が見えない。なんで、まあ、今日僕ハンターなん で投票しないでいただいて、まあ狩人使用はしてもいいかなというふうに思っています。以上です。8番のプレイヤーは名もなきモニカは4番を、怪しんでます。なぜかというとですね、 4番さんは先ほどですね、7番さんは片白なのかって言った後に6番8番を疑ってるっていう風に言ってました。これおかしくないですかね。私も片白なんですよね。しかも3番さん、同じ3番さんの片白なのに7番さんのことは白目に見ていて、私のことは黒目に見ている。これはちょっとおかしいんじゃないでしょうかね。今日はもう4番さん一択で投票しようと思っています。で、まあそうですね。まあ、7番さんハンターということで、まあ納得の位置ではありますね。9番さんは色が見えませんので、ちょっと次しっかり発言を伸ばしてほしいですね。しっかり黒目を上げてほしいです。9番のプレイヤーは発言してください。
そうですね、皆さんに指摘されて僕色見れないって言われたんで使用します。カリウドです。初日じゃないね、2日目の守りは7番さんで、次が4番さん守ったんですけど、どっちも外れちゃいました。で、僕も4番さん結構怪しんでて、最初8番さんがさんまさんに囲われてるのかなって思ったんですけど、8番さん結構村見発言多くて、8番さんは白で置いてます。で、これ多分ニウルフいると思ってるんで、4-6で見てる。まあでも6噛まれそうだったのに噛まれなかったっていうことから6、まあでもそこだけだけどね、そこだけだけど黒要素は一応あるんですよね。投票を始めてください。ああ、やだ。さすがに7系狼はないと思うけどな。4番のプレイヤーが選ばれました。終わらないかな、4号オオカミでワンチャン。4番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、すいません、言葉が足りなかったみたいです。私目線もニーウルフで見てます。これは1ウルフ連れてるかどうかっていうこと以外に、ニーウルフ連れてたことについて考察した方が村にとっていいと思ってニウルフで考察してました。なので1番と7番さん怪しい、これは人外かなと思って、人狼かなと思って見ていました。それ以外で言うと6と8を殴っただけです。投票については以上。じゃあ6かな。夜が来ました。目を閉じてください。次の気づいてます先に、朝が来ました。噛まれる、昨夜は誰も死にませんでした。マジ？6番のプレイヤーは発言してください。発言してください。いや、知らなかったんですかね。狼噛まないっていう選択もあるから、7番さん噛んだのか。で、9番さん守ったのか。そうとしか考えられないですね。それか、もう9番さんこんだけ噛まれないってことは狼でもちょっと見ますね。まあ、僕目線7番さん死んで、で、9番さん死んと考えるなら、もうここは 100% もここ8番さんに入れるべきですね。まあ、ここまでちょっと村と置いてたんで残念なんですけども、まあ、ちょっとうまかったってことで。でもな、9番カリード、そうか、乗っ取りもあんのか。いや、迷うな、ここ。まあ、80% をまあ死んで見てるんですけどね。いやー、どうしよっかな、これ。まあ、7番さんはハンターだから、どうしよっかな。8番さんしかいないですね、今のところ。
発言聞いて、あのシンメトリー言ってください。9番さんお願いします。飲まないという選択肢。7番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。今日 GGA ということでね、噛まないっていう選択だったのか守りだったのか分かんないんですけど、守りではないんじゃないですか。噛まなかったのかなと思います。で、まあ、9番さんが狩猟だったら分かんない、あの乗ってたら分かんないんですが、あの6番さん今まですごい発言伸びてたのに、なんか突然急に考察が伸びなくなったのがちょっと不可解なのと、あと4番さんが私目線ニュールで見てたって言ったんですけど、この今朝来てるんで、これ4番さん黒ですよね。なんで6番さん7番に昨日投票してた、投票予定、あ、追加します。7番に投票を誘導して47でどっちか見てて7かなって言ってたんで、ちょっと6番さんが4をかばったのかなという印象です。あとなんか8番さん100黒でしょうみたいなこと言ってましたが、まあ100黒でしょう、ああ GJ もあるのかっていうのがなんかすごく臭かったんで、あーまあ8番さんの意見を聞きつつ、9番さんの意見を聞きつつ、ちょっと6が急に黒くなったのかなという印象ですが、まあこんな感じですかね。ちょっと迷います、すいません。こんな感じですね。頑張ってください。8番9番8番のプレイヤーは名もなきモニカ、名もなきモニカ。まあネタはそれほどにして、1番さんが噛まれたタイミングでですよね。僕はあのタイミングでは私が6番さんが噛まれると思ってました、正直。で、あ、6番さん噛まないんだ、あるいは僕のこと噛まないんだと思ったんですよね。で、そのタイミングで6番さんは1番さんが噛まれたという意図をですね、すごく強調していました。はい。で、それは4番さんを釣りたかったのか、もしくは46の狼で、まあ、ラインを間接的に切りたかったのかなっていうふうに、今になってくると見えてきましたね。なんか6番さんが1番さん髪に真っ先に、触れてたのが割と引っかかっていて、まあ最後まで残ってたら触れようと思ったんですが、その印象を受けましたね。で、あとは6番さんからすると8番さん一択でしょう。いや、でも、狼が噛まないという選択肢もあるのかなっていう順番だったら分かったんですけど、一番真っ先に狼は噛まない。ハンターグッジョブっていう話をしてたんですよね。で、後から私8番を怪しいって言ってたんですよね。狼の思考回路じゃないのかなっていうふうに考えてますので、6番さんに投票します。初めて延長した。9番のプレイヤーは発言してください。はい、昨日僕は7番さんを守りました。で、そうですね、狼が噛まないかったんかはちょっと分かんないんですけど、もし7番さんを噛んだのなら、今日が来る、今日来るのか、でも噛んでも、あ、そう、でもハンターさんが道連れして今日は来ないと思ってたのかなって思いました。6番さんが、8番さんは最後まで考察伸びてて白いですね。で、僕を多分怪しい位置に置きたかったから噛まなかったのかなって思いました。7番狼は爆地すぎですね。僕のあそこのカレード仕様ってすごく黒いと思うんですよ、皆さんからしたら。で、まあ、7番さんを噛んだのは多分6か8どっちか道、まあ素直に6でいいかな。7のタイミングのハンター仕様、僕ハンター9番ハンターもありえたからな、さすがに博打だし、まあそうだな、1番さんの髪に原型したってのが決め手かな。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。
6番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了。 OK、 村人の勝ちです。合ってましたね。4-6合ってましたね。オッケーオッケー。いやー面白い試合でしたね。プテラタガースさんもいたし、アムロもいたし、僕スバーラさんも結構好きだからドームラ嬉しかったですね。コメント見よう。いい試合でしたね。みんな延長してしっかり意見も残せてたし、アムロ強靭でしたね。6番さん上手でしたね。声でわかるよな。恐竜恐怖症恐竜恐怖症、悪意感じるな。言えなかった。